アルカジー・グカシャンアルカジー・グカシャンは、事実上独立した、アルツァフ共和国の政治家、初代外相及び、第2代大,大統領を務めた。1957年6月22日に、アゼルバイジャン・ソビエト社会主義共和国領内、ナゴルノカラバフジチ州の州都、ステパナケルトに生まれ、1979年に、エレバン国立大学のロシア語、文学部を卒業した。 1981年からソベタカン・カラバフカミの副編集長となり、翌1990年1月に爆雨で発生したアルメニア人襲撃事件についての告発記事を発表したことにより当局に拘束された。そしてその後も幾度となく自宅軟禁に処せられた。1992年に召集された第一期。 ナゴルノカラバフ共和国議会に大議員として選出された。同年9月には国家防衛委員会議長顧問に任命され、OSCE 民宿グループの調停の下ナゴルノカラバフ戦争停戦交渉のナゴルノカラバフ共和国側代表として働いた。1993年7月にナゴルノカラバフ共和国外務省が創設されると、その初代外務省となった。 1997年9月の大統領選挙においては、無所属で立候補し、89.31%の投票を得て大統領に選出され、同月8日に就任した。同時に、ナゴルノカラバフ国防軍司令官及び国家保安庁長官にも就任し、さらに2002年8月11日の選挙でも 88.、88.95%の 得票率で大統領に再選された。しかし、同年3月22日には、かねてから対立関係にあった元国防省のサムベルババヤンが、企てた暗殺未遂事件によって負傷した。さらに、同年12月には、アゼルバイジャン外相のビラヤトグリエフが、グカシャンをアゼルバイジャンからの分離独立主義者として、国際手配する考えを明らかにしている。 2006年12月に、ナゴルノカラバフ共和国憲法は改正され、以降の大統領の参戦は禁じられた。憲法改正以前から大統領であったグカシャンには、この参戦禁止規定は適用されておらず、また3期目を望む国民の声も多かった。しかし、グカシャンは、ナゴルノカラバフが民主国家であるという印象を国際社会に持たせるため、 次期大統領選挙への出馬を辞退した。2007年9月7日、大統領職は国家安全保障局長官であったバッコサハキャンへと譲られた。ありがとうございます。